アネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ジャーニーです。今日はですね、サンセットベイについてちょっとお話がありましてですね、カメラ撮らせていただきます、動画撮らせていただきます。サンセットベイなんですけれども、今現在ですね、まあ、工場の方がかなり逼迫しておりまして、通常こうオーダーいただいたものであったりだとかっていうものを 2,3 ヶ月で今までは制作してこれたんですけれども、今後ちょっと 2,3 ヶ月で生産することが厳しいというか無理になってしまいました。でですね、今回も納期がもう多分半年ぐらいはかかってしまうので、今後はね、その自分のサイズがないとかそういった場合に、まあ期間的に半年は有するということを皆さん念頭に入れといて、頭に入れといていただけたらな、助かりますって感じですかね。まあどうしてもその体に合わないだとか、袖が長いとか短いとか、着丈の部分っていうのをね、長いこと着たいなと思う方っていったら、できる限り自分の体に沿ったもの、合ったものっていうものを選んでいただくのが一番ベストだと思うんですけれども、やっぱりそのうちが量産でこう作っているものから、それを袖を短くするってことがどうしてもできないので、一から制作するっていうことが多々あるんですね。なので、まあそういった部分で裏地を変更したりだとか、いろんなこともできるっていう楽しみもあるんですけど、その分期間がね、かかってしまいます、時間がかかってしまいますよっていうことだったんですけども、それがまあ今までの倍かかってしまうということですので、まあ今年の秋冬に来たいなと思う方はもう本当今で滑り込みかなっていうぐらいなんで、まあ7月8月夏のシーズンにね、これから今年の秋来たいんだっていう方は、売っているもの以外で作るってなると年をまたいでしまうということになってしまいます。大変心苦しい部分ではあるんですけれども、まあこちらもね、制作のために結構いろいろと努力はしているんですけども、今回まあそういった期間というものを3ヶ月から半年に延ばさせていただくという形になってしまいましたので、どうぞね、これからも自分の体に合ったもの、まあ、もちろん店頭であるものでジャストだったらそれが一番いいんですけれども、まあ作るっていう形になってくると時間がかかってしまいますので、何度も同じことを重複していってしまってますが、そういった感じですね。今年の秋冬に着られたいな、着たいなって思ってる方は結構今でギリギリだと思いますので、はい、今後はですね、半年っていう余裕を持ってオーダーいただければなと思います。はい、そんな感じですね。サンセットベイの納期の、変更に関しましてですね、お知らせさせていただきました。以上、アネモスコープチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。